侵入成功。次は盗聴器を仕掛ける場所だ。ブーマーによると大勢の犯罪者が集まるそうよ。会議室か何かを探しましょう。カイ、こっちだ。なんだか静かすぎて落ち着かないわね。銃声さえしなければ問題ないさ。どんなクズになればこんな豪邸で暮らせる。金持ちのクズ、ハリウッドのクズよ。そうか。ニック、上の階も調べないと。こっちだ。屋敷も眺めもクソくらいだ。いけない、携帯がそのままだった。盗みの仕事は初めてなのか。ははん。待って、聞こえた？会合は2時間後でしょ。カーンのメールにはそうあった。盗聴器を仕掛ける場所を探さないと。会議室らしきものは見え。どうやら会議室みたいね。連中はここに集まるのに違いないわ。もうめちゃくちゃね。これでいい。そうか、よし仕掛けだ。行くわよ。おっとまずい。行くぞ。電気は OK だ。発電機を回したぞ。0時に始まるはずじゃ。変更があった。こちらにどうぞ翔君、くつろいでくれ。カーンが来るんじゃなかったのか。カーンだが来ない。妻が病気だそうだ。病気？まだ25だぞ。風邪だろ、大げさな。カーンはすでに消えてる、正式に。だから会合の時間を早めた。お前たちが守ってたんじゃなかったのか。我々の契約にはランクがある。誰がやった？お前か。俺は抜ける。翔君、座りたまえ。黙るんだ。黙って彼の話を聞くんだ。いいか、別に難しく考えることはない。マイアミでお前たちのようなクズの調停を行ってる。問題は全てこうやって解決、話し合い。お前らの縄張りもドラッグも必要ない。俺たちが提供するのは警察、軍事会社、国境警備隊のネットワーク。しかるべき対価でネットワークにアクセスできる。マイアミでは成功している。そこでだ、地元の顔役の諸君ならこのビジネスの意味が分かってもらえるはずだ。それでいい。
それでは諸君、ちょうど今こちらにハリウッド最高の占い師のお嬢さん方がリムジンで運ばれてくるところだ。諸君もぜひ素晴らしい未来を占ってもらい、楽しんでくれ。なあ、説明してもらえるんだろうな。カーンをやったのは古い知り合いかもしれない。何人かに話をしておく必要がある。今晩また戻ってくる。君たちの金は私の特別室に収めてある。安心したまえ。あの野郎がいる。カイ、窓から出れば奴に追いつける。ストダードは忘れろ。いい考えがある。え、携帯を貸せ。ええ、なぜ？なくすとまずいデータは？そのパズルゲームだけ。ブリーフケースに携帯を隠せば追跡できる。ドーズの汚い金を戦場前に奪って手に入れようってこと？ああ悪くない。でも一人で行って。ああ、私はストダードと話をつけさせてもらうから、一緒に探し回るのは無理。こっち手を貸して。また君を信じるとはな。これは私の問題。私のだと？君たちは俺から3年を奪ったんだぞ。俺の問題だろ。裏切ってごめんなさい。無所にいる間に俺の母親は亡くなった。ニク、私は。なんだ、聞きたくもない。勝手にするがいい。ドーズの提案なら山。
絶対下ろすな。おい、ついてるだけだ。なんだ奴らは。おい、なんだ？動くな！動くなよ！待て待て！